皆さんこんばんは。2013年度社団法人大川青年会議所第44代議長を務めさせていただいております熊丸睦美です。主催者を代表しまして一言ご挨拶申し上げます。本日は大変お忙しい中、大川市長選挙立候補予定表明者による公開討論会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。また常日頃より我々の活動に対しまして多大なるご理解とご協力を賜っておりますことをこの場をお借りして改めて感謝申し上げます。我々社団法人大川青年会議所は創立以来44年にわたり大川市の明るい豊かな社会の実現に向けてさまざまなまちづくり運動、人づくり運動を展開してまいりました。その運動の一つとして2005年に今回のような公開討論会を開催いたし、大川市民の皆様に選挙立候補予定者の全員の生の声を聞いていただくような場を設けさせていただきました。第2回目となります今回の公開討論会には4人の立候補予定者の方々にご参加いただいております。その4人の方々にが考えます大川市の現状とビジョン、そしてどういった大川にしたいのか、どのような政策を考えているのかといったことを討論していただきます。皆様にはですね、その討論の内容を聞いていただきまして大川の未来について考えていただき、そして今まで以上に市政に興味を持っていただき、自分たちの町は自分たちで作るという機運を高めていただきまして、その結果としてですね 70%、80% を超えるような投票率になっていただければと考えております。また今回の公開討論会は大川市内にありますさまざまな団体の方々にご協力をお願いいたしまして、公開討論会実行委員会を組織していただきました。そして我々大川青年会所メンバーとともに準備から設営、そして本日の運営に至るまでご協力をいただいております。またコーディネーターといたしまして公益社団法人日本青年会議所九州地区福岡ブロック協議会福岡の未来選択委員会の小宮委員長にお越しいただいております。最後になりますが、今回の公開討論会がふるさと大川の明るい豊かな世界の実現とさらなる発展の道場となりますことを記念いたしまして主催者代表の挨拶とさせていただきます。本日は最後までよろしくお願いいたします。まずはじめにルール説明を行いたいと思います。あらかじめ受付にてお配りしました場内ルールにあります通り、客席から声援、誹謗、中傷、やじなどは慎んでいただきたいとともに、司会者、コーディネーターが促すとき以外の拍手もお控えいただきたいと思います。これらのルールに反する行為があった場合ご退場いただくこともありますが、この討論会の趣旨をご理解いただきましてご了解いただきますようお願いいたします。このルールにつきましても公正中立を主としております。従いまして各パネリストの発言時間は均等になりますように、タイムキーパーが発言時間の計測と終了時間のお知らせを行うことになっております。また先ほどパネリストの皆様にはくじを引いて席を決めていただいております。発言は限られた時間をなるべく有効に使いたいとの考えより各設問ごとにくじ引きを行うことはいたしませんのでご了解をいただきますようお願いいたします。続きまして、本日は大変お忙しい中この討論会にご出席をいただきましたコーディネーターにご入場をいただきます。それではコーディネーターのご紹介をさせていただきます。公益社団法人日本青年会議所九州地区福岡ブロック協議会福岡の未来選択委員会委員長でいらっしゃいます小宮正秀君、入場をお願いいたします。本日コーディネーターのアシスタントを務めさせていただきます社団法人大川青年会議所岡拓丸君、入場をお願いします。続きまして、本日は大変お忙しい中この討論会にご出席いただきましたパネリストの方々にご入場をいただきます。
それでは一人ずつご出席のパネリストの方々をご紹介をさせていただきます。まず江上仁志様、ご入場お願いします。続きまして中村輝夫様、続きまして石橋忠俊様、続きまして鳩山二郎様、以上4名の方が本日のパネリストの皆様です。皆様改めて大きな拍手をお願いいたします。それでは公開討論会実行委員会実行委員長能登典光より趣旨説明をさせていただきます。皆様こんばんは。本日はこの公開討論会実行委員にお越しいただき、暑い中ですね、そして梅雨の夏中、暑い仕事ありの貴重な時間にですね、たくさんの方に参加いただきありがとうございます。本日ですね、この公開討論会の実行委員会の実行委員長をさせていただきます能登です。どうぞよろしくお願いします。それでは趣旨説明をさせていただきます。この公開討論会ではですね、この大川市長県に立候補を表明された4名の立候補予定者の皆様にですね、一堂に会していただき、おのおのの政策の違いであるとか、考え方の違い、これからどうやって大川をとリーダーとして、されていくか、そういうお考えの違いをですね、皆さんの前ですね、発表していただき、そして皆様がですね、市長選を行われるときにですね、誰が本当に重要な、そしてこれから本当に大川のリーダーとして、組長としてふさわしいかどうかですね、判断材料としてですね、考えていただきたく、この公開討論会をしております。そのようなですね、趣旨でございますので、本日はですね、皆さん、この立候補者の皆様の思いであるとか、考え、よく聞いていただいてですね、投票していただけるようよろしくお願いします。以上です。それでは進行をコーディネーターにお渡しいたします。小宮君、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆様こんばんは。ただいまご紹介をいただきました、私本日のコーディネーターを務めさせていただきます、公益社団法人日本青年会議所九州地区福岡ブロック協議会福岡の未来選択委員会委員長の小宮と申します。本日はこの討論会にたくさんの皆様にご来場いただきまして、またお忙しい中パネリストとして立候補予定者の4名の皆様方にも快くご出演をいただきまして誠にありがとうございます。私は大牟田市民でございますけれども、本日はご縁がありまして大川青年会議所さんが主催され公開討論会の実行委員会さんが共催される本日の討論会のコーディネーターを公平中立な立場で進めさせていただきたいと思います。最後までどうぞよろしくお願いいたします。さて、本日この会場にお越しの皆様方は、少なくとも政治や選挙に関心が終わりでお見えになったことでしょうから、改めて、言う必要はないかと思いますが、現在日本各地で開催されている公開討論会とは何であるかというものを少しだけご説明をさせていただきたいと思います。本日この会場で行われます公開討論会は
テレビなどで面白くおかしくですね、企画されている有名人を用いた討論会とは違いまして、選挙時に合わせてそれぞれのパネリストの政策やビジョンを来場者の皆様に分かっていただく、そういうために開催をしているものでございます。発言の時間、順番というのはできる限り公平を期すようにしておりまして、お互いの誹謗や中傷というのも一切禁止をさせていただいております。来場者の皆様にはパネリストの皆様それぞれのお考えをお聞きいただいて、ご自身の判断基準としていただきたいというふうに思っています。どうぞ会場の皆様方にはこの公開討論会の意義についてご理解をいただきまして、パネリストの皆様方が自らの考えを本日のこの大変短い時間ではございますけれども、会場にお越しの皆様方にお伝えすることができますよう、この会場にいらっしゃる皆さん全員でその環境をですね、整えていただきたいというふうに思います。なお公平性を保つ上でパネリストの皆様のですね、発言時間の計測も行っております。また排斥それから発言の順番もくじ引きを行って決定をさせていただいております。皆様のご理解と協力をよろしくお願いしたいと思います。それではここで来場の皆様方のお手元の資料のですね、ご確認をさせていただきたいと思います。パネリストの方々には大変お忙しい中だったんですけれども、事前に大川市長選立候補表明者による公開討論会質問事項と題しまして、主催者から与えられたテーマに対するご回答をいただいております。A4 用紙で両面印刷の資料でございまして、4面分それぞれのものがございます。ホッチキス止めになっているかと思いますが、表面の左上、それから裏面の右下にパネリストのお名前が記載されてありますので、ご確認をいただきたいと思います。なお質問は表面に1として基本理念ですね、それからすぐに行う重要政策、4年間で行う重要政策、ここまでが表の面です。裏面には行財政改革について、それから産業について、そして最後が大川の未来像についてとなっております。ご確認をお願いいたします。本日は限られた時間でございます。時間の許す限りパネリストの皆様方には多くのご発言をいただけるよう進めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではお待たせをいたしておりますが、ここからはパネリストの皆様方にお話を伺っていきたいと思います。